10月生まれのアイドルの皆さん、お誕生日おめでとうございます。プロデューサーの皆様、お疲れ様です。アシスタントプロデューサーの里穂乃と、アシスタントプロデューサーのカッシュです。早速ですが、10月生まれのアイドルの皆さん、お誕生日おめでとうございます。勢いがいい。すごい、おめでとうございます。ということで、今月ももちろんケーキもご用意させていただきました。はい、よいしょ。おお、モンブラン。はい、モンブランでございます。今月もプロデューサーの皆様から、アイドルさんたちへの紹介、お祝いコメントを募集させていただきました。はい、たくさんのご投稿ありがとうございました。ありがとうございます。ではそちらの方も紹介しながらお祝いしていきましょう。ちなみに、はい、10月生まれのアイドルさんは25名いらっしゃいます。はい、今日は10月30日なので、はい、月宮みやびさんのお誕生日当日でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして明日はね、31日、くずのはあめひこさんもいらっしゃいます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。またあれですか、いつものね、あの何あげたいと思いますか。何あげたいか、そうですね、月宮さんはカフェとか行くのが好きじゃないですか、はいはいはい、ショッピングとか、うん、だからおしゃれなカフェにオプレして、はいはいはい、バースデーのサプライズをしたいです。そうですね、なんかね、そういうの喜んでいただけるんじゃないかなと思うんですけど、アメヒコさん、そうですね、僕はそう、あの、僕石好きなんですよ、石、あの石っていうか、そうだ、あのごめん、言い方が良くなかった、パワーストーンみたいな、あ、はいはいはい、なんか誕生石とかあるじゃないですか、なんかこの石にはこういう意味が込められてるとか、はいはい、まあまあまあ、お宅好きじゃないですか。で、だからなんかその、それで一回なんか自分でこう選んで作れる、うん、数珠作れるみたいなお店あるんです。なんかそういうのでね、なんかこう自分でこう並べて作って、はい、アメヒコさんにあげる。どうでしょう。数珠つけてらっしゃるんでね、なんかそういうなんか石とかね、なんかいいのかなと思って。いいんじゃないですか。身につける、あ、でもね、身につけるものか、ちょっと重いかな、重いかな。もらったものは喜んで受け取ってくれますよ。そうですね、たまになんかつけてくれるだけでいいです。はい、そしてですね、今週は、ここにも4名のアイドルさんの誕生日でございました。はい、上田鈴子さん、島原英奈さん、詐欺沢文香さん、樋口まどかさんのお誕生日でございました。はい、島原さんとかね、はい、ミリオンからは島原さんいらっしゃいますけども、何をあげるっていうか、もうただただ一緒に遊びたいよね。元気いっぱい遊びたい。もうどこどこ行こうよっつってわーっつって、まあ、ショッピング行くとかでもいいんですけど、うん、まあ本当に、いやでもやっぱね、一緒に踊りてえな。うん、そうそうそう、踊りたい踊りたい、なんか一緒にもう曲倒してみんなしてパーティーって、でも本当になんか家族だったりこう友達とかでこう集まるのがお好きな方じゃないですか、うん、こうみんなこう事務所のね、それこそもうここにいらっしゃるアイドルさんたちでわーって集めてみんなでこう踊ろうよみたいな、楽しいんじゃないのかなって僕は考えてます。ちなみにシャニマスからは樋口まどかさんがお誕生日なんですよ。あー、なるほどね。なんかね、普通にあげようとすると多分ふいってされちゃう気がする。そこの解釈難しいんだよ。私は、うん、トコトコトコって後ろついていって、うん、例えばお買い物してたら、うん、さりげなく買ってあげる。なるほどね、めげない、めげない、もうスッてこう、こうさりげない優しさ、うん、スッって行くよ、お先にお会計しちゃうよ。あー、できる人だ、できる人のやつだ。はい、今月ナムコクロからは、そういえば、ダナハ日比さんのお誕生日ですね。お、いやー、ついしまったしね、ちゃんとしっかり覚えたよ、プロフィールは。覚えました、誕生日もちゃんと。それこそね、ロゼットとかも作りましたからね。ね、ハムゾーンの、あーね、ありましたからね。そうそうそう、めっちゃね、でかい、ハムゾーさんめっちゃでかいな。めっちゃでかい。でもやっぱりね、なんかそういうハムゾーさんたちとかをね、こう一緒にこうね、こうなんかお祝いしてあげるっていうのがね、なんか楽しいんじゃないのかなと思うんですけども。ね、涼しくなってきましたし、編み物とかのセットもあげたらいいんじゃないですかね。あー、いいですね、いいですね。そろそろですね、プロデューサーの皆様からいただいたコメントの方をご紹介させていただきたいと思います。はい、松永亮さん、お誕生日おめでとうございます。メイメイ P さんからいただいたお祝いコメントです。松永亮さん、お誕生日おめでとうございます。亮さんは歌をとても大切にして、自分らしいアイドル像を極める姿に惚れました。アイドルらしいドレスも、最近のイベントで見たかっこいいスーツも、どんな服でもかっこよく決めてる亮さんに私はもうメロメロです。私も亮さんみたいなかっこいい女の子になりたい。今年も来年もその先もずっとずっと自分らしさを追求するりょうさんを応援します。アイドル活動一緒に頑張りましょう。兵藤れなさん、お誕生日おめでとうございます。サブレハトさんからいただいたお祝いコメントです。
お誕生日おめでとう。セクシーでキュートなレナちゃんが大好きです。いつか声がついて堀ゆう子ちゃんとのユニットができたら嬉しいな。田中琴葉さん、お誕生日おめでとうございます。なめこさんからいただいたお祝いコメントです。田中琴葉さんへ、誕生日おめでとう。事務所の他のアイドルを気にかける思いやりの心や、アイドル活動で常に一生懸命でいろいろな役も演じて裏で努力を惜しまない姿勢はいつも尊敬しています。これからも琴葉がありのままの本当の私でいてもらえるようにプロデュース活動頑張ります。おとくらゆうきさん、お誕生日おめでとうございます。あかつきさんからいただいたお祝いコメントです。おとくらちゃんへ、誕生日おめでとう。後ろ向きな性格だった私がおとくらちゃんに出会えたことで前を向いて今を目いっぱい楽しもうって思えるようになりました。これからも一緒に駆け抜けていこうね。砂塚明さん、お誕生日おめでとうございます。コーヒーショーディーさんからいただいたお祝いコメントです。明ちゃん、誕生日おめでとう。おしゃれでかっこいい明ちゃんが大好きです。自分がアイマスにハマったきっかけも明ちゃんでした。アイマスと出会わせてくれてありがとう明ちゃん。ボイスもついて新曲も出て、ここからさらに飛躍の1年にしていこう。応援してるよ、七色最先端。あさりななみさん、お誕生日おめでとうございます。ななみ P さんからいただいたお祝いコメントです。あさりななみちゃんへ、お誕生日おめでとう。初めて会った時、私と同じ名前で誕生日も一日違いなアイドルと衝撃的な出会いでした。お魚の魅力を伝えるためにアイドルになったななみちゃんの一途でまっすぐな生き方が大好きです。これからもお魚の魅力を伝えるためのお手伝い、かっこプロデュースをさせてください。改めてお誕生日おめでとう。アスランベルゼビュート2世さん、お誕生日おめでとうございます。まどかさんからいただいたお祝いコメントです。アスラン、お誕生日おめでとう。あなたと出会ったおかげでサイド M が大好きになりました。あなたの努力家なところ、自分の世界を貫き堂々としているところ、心優しいところ、供物の生成や栄翔が得意なところ、全部大好きです。これからも同胞たちと共に世界をもっと好きになるスペシャリティを届けられるよう主としてサポートします。ずっと大好きです。生まれてきてくれて本当にありがとう。ガナハ響さん、お誕生日おめでとうございます。クレトさんからいただいたお祝いコメントです。誰にも負けない素敵な歌とダンスの実力はもちろん、たまにはちょっとうっかりする天然な性格までも全てが完璧な、まさに生まれからアイドルの響きが本当に大好きです。完璧な響きにふさわしい完璧なプロデューサーになれるように私も頑張ります。椎名のりこさん、お誕生日おめでとうございます。高田 P さんからいただいたお祝いコメントです。お誕生日おめでとう。ドーナツあるところにのりこあり、そしてのりこがいるところはいつも笑顔にあふれていますね。そんなのりこの大きな愛に私もいつも包まれています。ドーナツだけにとどまらないのりこの魅力をもっともっと引き出せるようプロデュース頑張るので、これからも一緒に歩いていこうね。コロンクリスさん、お誕生日おめでとうございます。自称さんからいただいたお祝いコメントです。クリスさん、お誕生日おめでとう。好きな海に対する情熱や多くの人に好きなものを伝えようとする姿、あなたのそのまっすぐで純粋な心が大好きです。クリスさんの海を好きな気持ちをこれからも大事に守っていけるように P として努力していきたいと思っています。あなたがいつも笑顔でいられますように。服部東子さん、お誕生日おめでとうございます。 AI3 さんからいただいたお祝いコメントです。東子さん、お誕生日おめでとうございます。あなたの音楽に対する姿勢やアイドルに対する思いは熱いものを感じて尊敬します。誕生日の時ぐらいは好きな温泉に浸かって体を癒してくださいね。改めておめでとうございます。つくもかずきさん、お誕生日おめでとうございます。カナリア P さんからいただいたお祝いコメントです。お誕生日おめでとうございます。かずきさんの一見クールな表情の下に隠された変わりたいという夢への熱い思いは
いつも私の背中を押してくれます。りょうくんやだいごくんと共に綴られていくかずきさんの新しい物語をそばで見ることができて本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。大好きです。並木芽衣子さん、お誕生日おめでとうございます。レオミミピーさんからいただいたお祝いコメントです。お誕生日おめでとう。地元が同じ和歌山というシンパシーからあなたのことが気になってプロデュースしてきました。それからあなたの笑顔や地元愛にあふれた姿、ちょっと抜けたところも全て大好きになりました。いろんな景色を一緒に見てきたけど、もっと素敵な景色をあなたに見せ続けると約束します。これからもどうぞよろしくね。藤本里奈さん、お誕生日おめでとうございます。サミさんからいただいたお祝いコメントです。里奈、お誕生日おめでとう。里奈のことを本格的にプロデュースし始めたのは最近だけど、ギャルらしくて、誰にでも優しくて、可愛くて、マジヤバな魅力だらけ、里奈が大好きです。ソロ曲のラブハズカムの歌詞である君のおかげで変われたような気がしてるんだは、そのままリナに返せるほど感謝してます。これからもずっとプロデューサーとしてリナと一緒に歩ませてください。小早川紗恵さん、お誕生日おめでとうございます。ヤタピーさんからいただいたお祝いコメントです。小早川紗恵ちゃん、まるで天女のような可愛らしさと大人びた雰囲気を持ちながらも時折見せる年相応な無邪気さが大好きです。いろんな可能性を秘めているさえちゃんのこれからが楽しみで仕方ありません。お誕生日おめでとう。水本ゆかりさん、お誕生日おめでとうございます。桜茶さんからいただいたお祝いコメントです。ゆかりちゃん、誕生日おめでとう。私自身もフルート奏者だからモバマスで出会った頃からすごく親近感があって、ひたむきで努力家なところや女の子らしいところが誰よりも大好きだよ。これからもナンバーワンのアイドル兼フルート奏者目指して頑張っていこう。森野リンズさん、お誕生日おめでとうございます。リンリン P さんからいただいたお祝いコメントです。リンゼ、誕生日おめでとう。リンゼの可愛らしい見た目、落ち着いた声、ちょっと照れ屋なところ大好きです。水色感情や印象派、家電などのコミを読んでくうちにどんどん好きになりました。僕はリンズの笑顔と笑い声が一番大好きです。リンズは僕がシャリマスを知るきっかけでもあって、リンズがずっとオンリーワンです。これからも一緒に頑張っていこう。二階堂千鶴さん、お誕生日おめでとうございます。花雪さんからいただいたお祝いコメントです。二階堂千鶴さん、お誕生日おめでとうございます。あなたの気高さや美しさ、それを実現させる努力をいつも見ています。自然と言ってくれる感謝の言葉にいつも感動してしまって、こちらこそプロデュースさせてくれてありがとうと、私からも感謝の気持ちを送らせてほしいです。これからも千鶴さんを支えていきたいと思ってます。千鶴さんが素敵な一年を送れますように。西川穂奈美さん、お誕生日おめでとうございます。八八さんからいただいたお祝いコメントです。穂奈美、誕生日おめでとう。あなたの歌に対するどこまでもストイックな姿に魅了されてもう随分経ちました。全力でそして楽しそうに歌っているあなたを見るのが大好きです。これからもステージ上で誰より輝くプリマの女を目指して一緒に頑張っていきましょう。上田鈴穂さん、お誕生日おめでとうございます。江野さんからいただいたお祝いコメントです。上田さん、お誕生日おめでとう。普段はみんなを笑顔にさせたいという一心で着ぐるみを着て頑張る上田さんの姿を見ると元気をもらえます。そんな上田さんだからこそ、お誕生日はみんなにたくさん祝ってもらって、上田さんの笑顔があふれる日になると嬉しいです。改めてお誕生日おめでとう。島原エレナさん、お誕生日おめでとうございます。ミヤピーさんからいただいたお祝いコメントです。エレナ、誕生日おめでとう。太陽のような眩しさと元気さを持つエレナが大好きだよ。とてもノリがよく元気なエレナも、クリアスカイや黄昏の淵など最近では演技や
イラソニでの新しい歌やダンスのお仕事に挑戦する姿もあり、苦手なことにも頑張って挑むエレナを見て、自分もエレナと一緒にこれからも頑張っていきたいなと思いました。元気で明るく努力家のエレナのプロデュース、これからも頑張ります。エレナの明日に素敵な虹色レターがたくさん降り、いつまでも笑顔でいられるよう隣で支えるからね。詐欺沢ふみかさん、お誕生日おめでとうございます。なめこさんからいただいたお祝いコメントです。詐欺沢ふみかさんへ、ふみか誕生日おめでとう。アイドル活動を通じてどんどん成長していく姿を見ていつも嬉しく思います。困難に直面してもひたむきな姿勢に勇気をもらっています。プロデュースして年月は経ちましたが、まだ物語は始まったばかりです。これからもまだ見ぬ1ページを一緒に紡がせてください。樋口まどかさん、お誕生日おめでとうございます。島猫さんからいただいたお祝いコメントです。まどか、お誕生日おめでとう。感情にはあまり出ないけど、ノクチルのみんなのことが大好きで、大切に思っていることは伝わってます。一目見た時から好きで、誕生日が私と一日違いで嬉しいし、プロデュースするたびにどんどん好きになります。月宮みやびさん、お誕生日おめでとうございます。しおいさんからいただいたお祝いコメントです。ハッピーバースデーみやび、今年は新しい衣装ももらって躍進の1年だったね。来年ももっとキラキラしたステージに立たせられるようプロデュースするからね。きっといい曲も歌えて、君やママも驚くスターになる。私は信じている。また一緒にいい1年にして、ミヤビーをたくさん広めていこうね。クズノファアメヒコさん、お誕生日おめでとうございます。西遊 P さんからいただいたお祝いコメントです。アメヒコさん、お誕生日おめでとうございます。日本に来て新人 P になってからずっとアメヒコさんに支えてもらってます。本当にいつもありがとうございます。もちろん頼ってばかりではなく、人に頼られるプロデューサーになるよう頑張りますので、これからもよろしくお願いしますね。はい、ということで先月に続き、今回もたくさんのアイドルさんのお誕生日をお祝いさせていただきました。はい、今回もですね、皆様からいただいたお祝いコメントとかもね、紹介させていただいたんですけど、やっぱりね、はい、愛が溢れてるんですね、本当にね。溢れてますね、本当に。一つ一つ読んでてね、あーいいなーって思いながらね。それだけの文章なのにもすごい大好きなんだなっていうのが伝わってきて、うん、ちなみに私はチェックしながらちょいちょい泣いてるよ本当にね、あーいいコメントだなって言いながら、いいですね、なんかこれはね、また来月も続けたいとね思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、今回もですね、本当にもう紹介しきれないぐらいもうたくさんまたコメントいただいて、本当にありがとうございました、うん、はい、ありがとうございました。また11月もアイドルさんのお誕生日をお祝いさせていただきたいと思っておりますので、コミュニティにてアイドルさんの紹介やお祝いコメントを募集させていただきます。はい、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。お願いします。もう3ヶ月目に、そうですね、3月目ですか、はい、になるんですけどもね、やっぱりね、なんかこういいよね、なんかこれは ね、お祝い企画はね、うんうん、1年完走するぐらいの勢いでやっぱやりたいですよね、これね。やりたいですね、うん、やっぱり皆さんも本当に愛が伝わってきて、そうね、こっちも嬉しくなるんですよ。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。よかったな、これ来月もやってほしい、投稿しようと思っていただけましたら、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もお疲れ様でした。